メディアを再生するチャップリンの学校。チャップリンの学校は、1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で、監督は、チャールズ・チャップリン。1971年に、映画研究家ウノ・アスプランドが制定した、チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけば、チャップリンの映画出演22作目にあたる。画家は、マデリンのために、 肖像画を描き上げる。しかし、マデリンは裕福な支援者にお持ち帰りされ、画家は悲観でくれる。画家はバーに行き、描いた肖像画を床に投げ捨てて、飲んだくれとなる。数年後、画家は小沢さんとなって、夫となった支援者と共に歩くマデリンを見かけるが、マデリンはもはや見向きもしない。画家は全てを諦めて、未来に向かって歩き出す。笑い逃すと、 チャップリンの道具型に続く、ボードビルに由来する作品。また、脚本はチャップリンが執筆しているが、詩人ヒューアンソニー・ダーシーが発表した失恋を題材にしたシーザーフェイス、オンザ・バールーム・フロアを原作にしたものである。もっとも、詩を原作にしてはいるものの作品の位置づけとしては、あくまで風詩であって、ダーシーの詩が差し絵付きの字幕で次々に出てくるという代物である。 チャップリンの伝記を表した映画視野のデイビッド・ロビンソンはこの作品について、基本的には、チャップリン映画の中で興味を引くものが最も少ないと評し、続いて撮影されたリクリエーションと男か女かと共に、ただ機械的に生産されたとしか思えないと論じている。エトセトラ1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。ありがとうございます。